はい、始まりました。電波大丈夫かな。こんにちは、こんばんは。今ライブ前です。電波大丈夫かな。はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんにちは。ライブ前で緊張してます。お茶ばっかりでございます。ライブちょっとね、あと20分後とかですね。こんばんは、こんばんは。電波今んとこ大丈夫だね。こんばんは、こんばんは、こんばんは。頑張ってね。お前は頑張れや。こんにちは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ぬるぬる。あ、よかったよかった。いや、背景もすごいいい感じでしょ。背景も。あ、こんばんは。晩もね、そう、こんばんは、こんばんは。晩も可愛いから、はい。この後ちょっとかまってちゃやります。おしゃれだよね、なんかこうね。 www、今渋谷の www っていうライブハウスいるんだけど、まあみんな知ってる人はご存知の通り、あの今日ステージ立つところ、あの10年前に新生かまってちゃんがあの初めてあのこけら落とし、初めてライブした場所です。新生かまっちゃんが初めてっていうか、このライブハウス初めてライブした場所です。はい、初めてこのライブハウスが使ったバンドが私です。はい、私です。モノクが怪我したとこですね。自爆して、お茶爆破です。骨折したとこですね。骨折したんだよね、あの時。モノクが骨折した場所です。はい、骨折したとこです。はい、ユキヤアホって好きだぞ。ありがとうございます。ちょっと僕今あの低燃費モードで言ってます。ライブ前なんでちょっとやっぱちょっと緊張してますね。食パンマン目のとこいや、そうじゃない、わかんない、気がする。ちょっと緊張してます。こんばんは。のこさん、今外で辛かったのでありがとう。あ、ね、だからうちでね、あのね、あのまったりとね、あ、してください。目がうるうるしてる。そう、泣きそうで怖くて。ライブはお疲れ様です。目薬してよ、いつものかっこいい。目薬ちょっとしてね、こんばんは。いやー、こんばんは。イケメンだな。いや、なんかこれ背景がまた素晴らしい。なんかいいとこいるな、これ。こんばんは。ビジュかっこいい。鼻水はどう？大丈夫、大丈夫、大丈夫。こんばんは。はい。ドキドキしてますよ。お茶爆破です。こんばんは。今のお気持ちは？今のお気持ちは？いや、今のお気持ちはね、やっぱりね、ひっくり返してやろうと思いますよ。ひっくり返してやるよ。うん。お前らの家を。精神薬ありがとうございます。お前らの家をひっくり返してあげようかなって、はい、ずっとそんな気持ちでね、あの生きてます、はい。お前らのネット回線どうやってひっくり返すんですか。え、あの逆にするの、うん、持ち上げて逆にすればひっくり返ります。はい、ちょっとね、今ちょっと一応メンバー、美佐子さん今ね、あのただいまね、あの戦闘中なんで、はい。これモノ君と今ね、あのモノ君とユウが います。こんばんは。います。ちょっと椅子がね、ちょっとね、あもう一つあれば。あ、忘れてない。こんばんは、こんばんは。はい。今日服いっぱい着てますね。だって寒いんだもん。美佐子さんは全然大丈夫だよ。ユウ君の衣装が良い。こんばんは。目がキラキラ。目薬した。モノ君もいけるかな。はい、こんばんは。調子はいかがですか。いやー、バッチリですよ。盛り上がっちゃうよ、ロケットに。よーんって。お、マジで、うん、どこまで行っちゃう。ご存知のギリギリぐらい。それ燃え尽きる。燃えるやつ。燃え尽きる。燃え尽きる。燃えます、最後。燃え尽きるってことですか。途中まではいけないからな。モノ君、金眩しい。でもなんか、やっぱいいよね。受けたいるだろうね。いや、ファッショナブルになったよね。ファッショナブルになりました。緊張してる。緊張、まあまあかな。どうした、真ん中行こうか。はい、声を出しよう。いい楽しい。お茶ばかりだぞ。俺は BGM 流してる。あ、ほんと。髪色いいね。いいでしょ。よくあれ、そう。いや、もごわになるよ、髪ちゃんとしたら。メガネも金にしよう。メガネも金。いやー、なるほど。いよいよ顔がもうよくわかんない気がする。境界線はやっぱちょっと怖い。眉毛はめんどくさい。眉毛はめんどくさい。痛いところだ、多分。
まあでもした方がまとまりというかは出るんだ。でもギリギリだ、こうなんかこうそんなに顔顔映るやん、はい、ギリギリこう、はい、そんなに色の差がないです。眉毛ちょっと薄くすれば待ってもういらない。いや、いるよ気をね。マスクはこの先50年ぐらいずっとしてますよ多分。え、この先50年ぐらいずっとしてますするから、それ長いかな、うん、ニュードラマ。いやでも実際どこまで、いつまでなんすかね。一生マスク。髪なんてオーダーしたの。いや、シルバーにオーダーしたの。僕はもうなんか適当にお任せしますって言って、はい、でそしたら坊主にしてたらどうしましたかって切り終わった後に言われるっていう。ああ、それは良かったね、坊主にして。次からお前ちゃんと言えよっていうことや。まあ、だちょっとなんか怒られた気持ちになりましたね、うん。まあまあでもそれはそれでありだと僕は思ってるんですけど。坊主？うん。いや、お前その坊主運がやばいと思うけどな、うん。派手紙担当、派手紙担当はもういらっしゃるので。いや派手っていう感じじゃないけどね。あ、ね、美佐子さんがめちゃめちゃ派手紙じゃないですか。髪染めたことは一部だけ染めたことはあります。万文感動的。これ僕もさっき頭の方だけ見てきました。いや、もう上手くなった、多分上手くなったと思うよ。気持ちは常にやっぱりね、向上してあるから。あんま見ないの？え、キャップ見ました。僕も見てきました。キメマスターぐらいまで。ええー、もん来たる。いや、これ全然安かったんだけど。結構後ろでジャンプしてたよな。あ、気持ちないな、これ。じゃあいや、もう1曲目がジャンプする曲だったんで、ジャンプしてました。でも、美佐子さんから多分うまいこと言ってる。やっぱアッププライムいいですよね。ん？あ、アッププライムっていう曲がね。ああ、バンボのね、いいよねっていうのを今コメントに同意を。何言ってるか分からない、はい、マスクがねしょうがないんですよ。あ、いい感じです。ありがとうございます、はい、後ろ神聖かもったけどさ、後ろの壁じゃない。あ、これ、ね、あ壁ね、俺が勝手にこれだ。俺ちょっとリュゴメン一回、はい、弾いてみますか。うん、いいよ。これはね、まあ大体でもこうやってね、ライブハウス行ってやっぱ落書きされてるんですよ。こうやってね、落書きされてて、でまあ俺はいつも本当に誰にも許可取らずに勝手にこうやって書いて、まあいつもでっかく勝手に書くんですけど、昔からはいね、ちょっと花木くんは大丈夫かなみたいな感じでちょっと言ってたね。まあ大丈夫っすよ、まあ、大丈夫っす、大丈夫っす、はい、はい、大丈夫っす、はい。土下座するから。これは土下座ですか。はい、まあ、まあ大丈夫っすよね。大丈夫大丈夫、はい、でもまあ可愛いっすよこれ。うん、大丈夫です、うん、でも本当にこういうのはね、本当にむしろ歴史が残って嬉しいぐらいですよ。だいたいこけら落としした場所だから。はい、本当ですよ。アモさんうちのリスナーのたまにアモさん死ぬんじゃないかって言われてるんですけど、もうちょっとです、もうちょっとアモさん大丈夫、もうちょっとじゃないダメですよ、大丈夫ですよアモさん。ゆっくりけど休んでください。休めるときに。アモさん生きてくれ。アモさん生きてくれ。死なないで生きなさい。痩せすぎ。アモさん今何キロですか。でもずっと50キロ来てるんで。そう、俺以下なんですよね。40何キロ。48。いやいや、もうね、アモさん食べて。
いやいや、もう俺よりもだから、そうそうそう、うん、はいはい、女子じゃん。天野さん髪型良いですね。何食べてんの？天野さんはパッパンですよ。パン、うん、大体パッパンです、はい、お願いします。よいしょ。はい、ペパンの甘さ。天野さんに先頭、先頭、先頭ごときじゃ多分無理だね。超新規とかこの辺じゃないか。多分半年ぐらいは伸びるんじゃないですかね、先頭で。元気ですよ、僕は。今日あの公式配信もあるんで、有料チケット2窓で見たり、見たりしてください。はい、有料チケットは買ってくれたかな。まあ買ってねえやつらがね集まってるだろうけど、2窓してる。いや、まあけど2窓、ありがとうございます。ご飯食べました、食べましたよ。僕のハトやってください。懐かしいな。なんかニコニコの時のやつは、ハトやってください。ハト、ハト、ハトのものまね。ものまね。ハトのものまねできる。あ、そっちで。それね。いや、もう初めてやってるの、今。え、初めてやってるの。鳥の方です。うん、でしょ。え、ってことでしょ。ってこと。いや、でも、いや、なんか。いや。クルコンコンポンポンの方だ。こういうの。どういう名前なの？モノ君、ニコニコの時には。いや、ニコ生時代だと。ハトやってくれって何回もコメントしたことあったけど。あ、そうなんだ。久々に今やったんだ。そう、やった。さすがダンサー。なんかね、一応、今記憶が蘇ってる。記憶やね。多分、今打ったやつも多分分かった。ゲータスじゃねえだろ、これ。簡単だよ。あ、もう終わりそう。みさお、え？みさおさん、おめでとうございます。36歳の生誕祭イベントです、今日。だから多分分かってないやつもいると思うから説明しとくけど、はい、今日はね、あのミサチーのね、うちのドラムのね、ミサコさん の誕生日イベントのライブです。はい、ね、あいつが主役ですよ。はい、やつが主役になってもらえないと。しっかり主役になってね、うん、ね、でもあれ、ゆうくんのがね、誕生日ちけえの。こいつ、こいつ、ゆうくんはあれ、3日後ですね。そう、はい、ゆうさんになります。22歳だかんね、こいつ。22歳に3日後で、ふざけんなよ。22歳だよ。あ、やっと22歳の夏休み俺が作った時で。そう、いや、22歳の夏休み作った頃って考えたら本当相当だよ。ああ、2人ともおめでとう。あの、今垂れ流しでやってる配信より前ってこと。そうだね、ピアキャスも今、あの時俺ら23だから。そうか、まだこういう配信すらあんまなかったんだよね。はい、静止役ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、モノくん、だからあれ、プレゼントね、今日ね、サプライズでね、渡すから、お前ら言うなよ。ミサコには言ってない、言ってない。おじましょう。モノくんは何渡すの？そう、お酒を渡すっていうね、無難なものを。お茶ばっかりやぞ。嬉しいな、お茶ばっかりやぞ。いや、俺は嬉しいけど、俺は全然嬉しい。俺だから、俺が千葉銀にあげてみたシャワーヘッドみたいなユニークなもん、今から買ってくればじゃん。いや、思いつかなかったんだよね。思いつかなかった、うん、何やったら、うん、何がいいかな。水尾さん、36歳の女でしょ。精神薬会さん、36歳の女って何、それ分かんないよね。うん、いや、だからね、一回車の中で話して、あの、何それ、何だっけ、催涙スプレーや。ああ、そういうね、激辛防犯スプレー。防犯スプレーあげて、防犯スプレーあげて。もうちょっと、その場で使われたの。もうちょっとなんかさ、ね、うん、
なんでそのピリピリしたもんピリピリしたもんあげるんだよって話じゃん。誕生日にムードがないよね。何あげたらいいの36歳とは。まあこれから女性30代後半の女性って商品っていうコメント、コスメとか多いけど、いや、わかんないんですよね。絶望的な。え、ゆうさんは何あげるんですか。僕はあのまだあげてない。あ、オーディオインターフェースを。オーディオインターフェース、あのお下がり的な感じにはなっちゃうんですけど、もう何言ってたか多分リスナーもほとんど人わかんない、はい、オーディオインターフェース。まあ機材だね。機材、はい、DAW の DAW ってあの音楽を作るパソコンで音楽を作る、パソコンに何かあの、うん、マイクとかをつなぐための間のやつ。ねえ、夜中に開けてるか分かんないよそれ。まあちょっと今ね、あのその必要、ちょうど何か必要になるところっていうので、いやそんな1週間後多分美佐子さん多分あれね、もう別のことで使ってるよ多分オーディオインターフェース。逆に何使うんですかそれ。え、配信とか。いや配信っていうか普通におもしとか。やば、獣に近い。まあ使えるか、あれ高そうだね。まああの言っちゃったら、あの僕が使っててちょっと買い替えてちょっと余ってたやつっていう感じなんですけど、使えなくはないから、あのいらないからあげたみたいなもん。いや別にそういうわけではないですよ、売ろうと思えば売れたんけど。まあまあ、いらないかな、また。まあでも、オーディオインターフェース、あれね、あの、ゆうくんがあげるっつうのは、あれ、流れがあるんだよ、流れが。そうですね。うちらの中で流れが。みさこもね、パソコンで曲作れるようになると、ね、そういや、曲作れるようになるじゃなくて、なんか曲を、なんかいろんな流れがあるんだよ。ダウできるようになると。うん、今もう、パソコンの時代だから、ね、データのやり取りするために。うん、だから美佐子も DAO をね、ちゃんとそういう流れがあって、だからそうそう、ゆうさんはそういったチョイスに、ね、しましたってことでしょ。あ、はい、これいっぱいいいって言ってね、ちょうど使ってないのあるんですよ。僕はだから前も言ったけど LINE ギフトだからね、 LINE ギフトであの5000円のね、めちゃめちゃ美味しそうなデザートを僕はね速攻あげたからね、 LINE ギフトで。すごい、うん、それ感想くれって言って、まだ多分感想もらってないと思うんだけど